小説ドラゴンクエストは、エニックスから発売された小説のシリーズ。エニックスのコンピュータ RPG である、ドラゴンクエストシリーズのストーリーや、世界観に基づいたファンタジー小説である。第1作、ドラゴンクエストから第7作、ドラゴンクエストセブンエデンの戦士たちまでが発売された。作者は作品ごとに異なり、ドラゴンクエストから3までのロトシリーズは、高屋敷秀夫、 こから6までの天空シリーズは、美沙さおり、7はドモン、どもんひろゆきが担当している。なお、小説の設定に協力したのは、横倉博ろ以下にて、各作品の詳細を解説する。なお、世界観や、登場人物などは、各ゲーム作品の記事も合わせて、参照のこと。高屋敷秀夫著。ハードカバー版と新書版は、全一巻。 文庫版は2巻構成。ゲームノベライズの宣弁をつけた作品である。これ以後、ドラゴンクエストシリーズのノベライズは、セブンまで続く。ゲーム本編では見られない小説オリジナルの設定を、以下に挙げる。ゲーム、ドラゴンクエスト3の発売後に執筆されたため、2、3及び関連小説、モンスター物語、アイテム物語の設定を取り入れたものもある。 高屋敷秀夫が執筆した。ハードカバー版、文庫版は全2巻、新書版は全1巻。ゲーム本編では見られない小説オリジナルの設定を以下に挙げる。高屋敷秀夫著。ハードカバー版と文庫版は2巻構成、新書版は全1巻。ゲーム本編には見られない小説版オリジナルの設定を以下に挙げる。全3作のノベライズを務めた。 高屋敷秀夫に代わって少女小説で実績のあった久美沙織が担当。ハードカバー版、文庫版は全4巻、新書版は全3巻。画語的な単語や表現を豊富に用いたロマンチックな作風が特徴だが、トルネコが主役の第3章はキャラクターの雰囲気に合わせて文体が童話風のです。マスチョウになっている。各章の冒頭には、 銀遊詩人のホイミンの詩が載せられている。ハードカバー版、文庫版の各巻の構成は以下の通り。新書版では以下の通りになる。ゲーム本編には見られない小説版オリジナルの設定を以下に挙げる。久美沙オリハードカバー版、文庫版、新書版はいずれも全3巻。ゲーム本編にはない小説オリジナルの設定を以下に挙げる。久美沙オリによる。 もともとオリジナル設定の多い組によるノベライズの中でも特にその度合いが強い。ハードカバー版、文庫版、新書版はいずれも全3巻構成。ゲーム本編にはない小説オリジナルの設定を以下に上げる。4から6のノベライズを担当した組沙織に代わり、本作では土門広之が担当。全3巻構成。 ドラゴンクエストシリーズ最後の小説作品となった。多くのイベントの省略や変更、転職システムメインサブともの登場人物の扱い方などに改変が大きく見られ、特に3巻では、それが顕著に現れている。他のシリーズの小説と違い、HP と MP、武器防具の装備、転職によるパラメータの変化まで文章化しているなど、ゲームのノベライズに徹している。 ゲームでは見られない小説オリジナルの設定を以下に上げる。ありがとうございます。